皆さんこんにちは。今回は予約商品のご紹介です。2023年近日発売予定、東京マルイガスブローバックハンドガングロック17ジェネ5 MOS、 革新的発明が盛り込まれて新登場。模型パドック YouTube チャンネルメンバーシップ開始しました。メンバーになるとオリジナルのバッジの表示や絵文字がコメントやチャットで使えるようになります。メンバーシップレベルは月額の異なる3種類をご用意、その他の特典も随時増やしていきたいと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いします。大容量のニューエンジンの開発、マルイ初の新素材を採用、新型マガジンの開発のガスブローバックハンドガンになります。大容量のニューエンジンの開発、通常スライドにドットサイトを搭載するためには内部エンジンの高さを抑え、シリンダー容量を犠牲にしなければなりません。それはすなわちブローバックの力が弱くなることを意味します。ドットサイトも乗せながらブローバックの力を弱めない、そんな相反する問題点を克服するため、長期間にわたる研究と実験を繰り返し、ついにニューエンジンを開発。このエンジンは従来型よりもシリンダー容量が 20% アップした大容量エンジン。これによりシリーズ最高峰のハードリコイルが実現しています。マルイ初の新素材を採用、大容量のニューエンジンが生み出すハードリコイルに耐えるため、マルイでは初となる新素材高耐久カーボン入り樹脂を採用。長期間にわたる耐久実験を繰り返し、従来素材をはるかにしのぐ耐久性を有した新型スライドが完成しました。新型マガジンの開発、従来のマガジンの内部構造を徹底的に見直し、新たなる技術を導入することで従来マガジンのガス容量約 20% アップしたマガジンを開発。これにより強烈なブローバックを維持しつつ、50発以上は安定した射撃が可能となり、それでいて従来マガジンとの互換性も残しているので、従来マガジンの使用も可能です。実写しても明らかに違う打ち味で、すでにグロックを持っているユーザーでも楽しめること間違いなしの最新グロックとなります。模型パドック販売価格は19,800円税込み。さて、いかがでしたでしょうか。皆様のご購入お待ちしております。今回は2023年近日発売予定、東京マルイガスブローバックハンドガングロック17ジェネ5 MOS のご紹介でした。ご購入は模型パドックホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますので、チェックしてみてください。なお、在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。デメ裏に聞きたいコーナー、トークテーマ募集中です。デメちゃん、裏方さんに聞いてみたい話、語ってほしい話、エアガン、サバゲー、カスタム、装備品、その他の悩み、尋問、何でも OK。 デメ裏が動画にてザックバランに答えます。投稿方法は YouTube コメント欄かホームからエントリー。皆様からのご投稿お待ちしております。